ブリンドー、それからやかましい。待ってた、全人類が待ってた、5000万年前から待ってた。人類まだいねえよ。クイズばかりが収録されたポケモンカード拡張パック EV ヒーローズ、ついに手に入れたぞー。ウプ主はゼンバイアーとの戦争にこそ負けたものの、奇跡的にポケモンセンターオンラインの抽選販売で当選。この EV ズセットを手にすることができたのよね。これも日頃の行いとブイズ愛のおかげですね。でもブイズはお前のこと嫌いだよ。ツンデレ可愛い。もうダメだこいつ。ということで今回はこの EV ズセットを開封していきますよ。ちなみに今回は気合を入れてスパイダースパーカーを着用してやっていきます。気合の入れ方が完全にキモータのそれ。熱いです。そりゃそうよ。そして手袋は100均の軍手。なんでそっちは手抜きなの。それではそろそろ開封していきますよ。てかちょっと待って、最初から気になってたんだけど、隣にあるこの箱は何？ EV がデザインされてるみたいだけど。ああ、これはですね、ここに効果を置くと効果かわいい。アホさあ。ということでこの動画ではクイズのカードが出てくるたびに EV ちゃんについていこうと思います。名付けてクイズ大会的に。果たしてこの要素は本当にいるのだろうか。いりますよ、だって EV かわいいもん。あー、もうわかったわかった。それじゃあ開封始めますよ。動画開始1分以上経ってようやく誤爆した。何しとんねん。とりあえずこの後、パッケージの尊さについて語るコーナーを5分くらいありますね。いや、いらないから。そんな、とりあえずちょっとだけ語ると。語るんかい。リーピアのモグモグとか、ブラッキーの満面の笑顔とか、あまり公式では見ないタイプの表情がたくさん見れるのが高評価。何様だよ。え、ただその微笑みだけでご飯中杯を飲む。キモいので私とご飯に謝ってください。ご飯にも。さて、EV ズセットの中身は、EV ヒーローズのボックスが2つと、デッキケースが2つ、マッチ EV のドアップが対抗するんだが。静かに開封できんのか。やってることが幼稚園児。そしてカードスリーブ。デッキケースとスリーブはパッケージと同じデザインなのね。一つのイラストでサンド美味しい。まるで初代ブイズ。その例えはわからん。そして最後に EV ズセットの目玉。プロモーションカードね。EV マックススペシャルアート。この動画で何回か言うことになると思うけど、ほんと気持ち悪いよ。ツンデレはご褒美。さてそれじゃあ、EV 打損についていきますか。あ、私の分もやるのね。まあただ100円入れるだけなんだから、とっととやって。は。カスには対応してねえよ。この尊さが100円台で済まされていいだろうか。うるさいよ、顔とセリフと編集が。さて、ボックスの方も開封しましょうか。もうパッケージについて語る時間はいいからね。もう100十分だから。じゃあとりあえず見つけときますね。だから札を入れようとするん。この尊さが100円台で済まされている。はい、いい加減に開封しましょう。もう視聴者9割返ってるわよ。生き残った歴戦の勇者たちよ。ポジティブか。さて、記念すべき1パック目。軍手当てにくい。そりゃそうよ。はい、開封しました。普段開封動画とかやらないから不慣れが出てるわね。そして記念すべき1枚目。回収するな。クイズの天国たる EV ヒーローズに、ピカチュウはいらないと思うんですよ。過激派じゃん。さて、その後のカードは、ゴロンダ、クルミル、ミロカロス。そして最後に幕はね、SR 枠をこいつに取られることだけは避けたい。ボックスだと1枚は確定で、SR 以上のレアリティになるんだったかしら。もちろん狙いはブイズなので、トレーナーは本当にいらない。もし引いちゃったら、人間引退します。そこまで、この世に転生します。それはさせねえよ。さて、2パック目です。マグマップ、シギシラス、シンバス、フラーゲス、最後にペルシアン。何震えてんの。ブイズ禁断症状。たった2パックで。3パック目、早くブイズ来い。地面化、ビビリ玉、クティート、ファッションモール、疑問、死ぬな。4パック目、早くブイズが来ないと俺の命が危ない。どういう体してんの。ブイズは最高。何言ってんだこいつ。待て、これはポケモンのカード。このパックにおける V ポケモンは V ズ確定。ついに V ズが拝める。いや、その前に開封下手すぎん。人生なんだから許して。さあ誰が来る、誰が来ても大当たり。来い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 。さあ、だぞー。暴れるな。ということで、最初の V ズカードは、AP V でした。ではこちらのカードの魅力を5時間かけて書く。5秒でよろしく。何もがよしかないもいけるかどうかなるよ。今大根のことは、相手の数は定義のうちから、これが分に乗れている。そして、今から書いているのも大根のこと。ってことで、また EV ちゃんに見つけていきますね。まさかとは思うけど、この流れ全カードでやるつもり。そうだよ。帰りてー。あ、そうだ。AP の後ろのカードも一応確認しとかないと。あ。やったぜ。はい、次のパック行きます。何事もなかったかのように復活するな。何度でも蘇るさ。この世にブイズある限りな。成仏し。
可愛すぎて成仏した。もうわけわからん。次に来ましたのは我らが主人公イブイさんの本人、強さが私のもも感が最大限に伝わるのが最後、もも最後もも最後は私のものにはわかっている。やっぱりイブイさん本人は大体するのがわかるのです。デスカブヤにでも踏まれてきたら変形とどめなくなっちゃう。いいねいいね、いい感じにブイズが連続してますよ。まあイブイヒーローズだからね。まだまだブイズが出てくると考えるとほんと気持ち悪い。よだれ凍ったわ。どういう現象。今回初めてのブイマックスポケモンのレーサーだと、そして同情が相手について全然言われてもいないんだが、そして全然ブラッターは夏も最後も素晴らしい。とっては多分同情力で当たるのが間違いないし、初めてのブイマックスだし、500円入れちゃおう。心なしかイブイタソもいつもより喜んでますね。ただの使いだよ。いやー、やっぱりイブイヒーローズは最高ですね。ブイズの尊いイラストがたくさん見れる。これ以上の幸せはこの世にありませんよ。あ、このパックはブイズなしね。1パックで禁断症状を起こすな。次のパックもブイズはなし、と。その次のパックもなし。次のパック。くっかー。やかましい。危ない危ない。ブイズ不足で灰になるところでしたよ。ポケモンユナイトにブイズがいない件は。メンタルクソザコすぎん。さあ、全体の3分の1くらいは開封してきたわね。まだまだブイズは出るわず。ブイザー。勝てばないと死ぬの。死ぬよ。病院に行け。4枚目のブイズカードはブースターブイ、全口ながらしっぽのブースターのカードが高いのが最高に効く。次はもう自分の体の中で抱かれているところ、やりてもしっかり増えてる最低点ですね。見ついだところ取り忘れた。何しとんねん。さて、スーパックブイズが出なかったのでダイジェストでお送りしました。おかげでどっかのキモータの墓ができてますが問題ありません。どうせブイズが出てきた瞬間やかましく復活しやがるの。ほらね、これで EV3 枚目、両手でモフモフしながら膝にも打つことができますね。ほんと気持ち悪いよ。さて、半分以上パックを向いてますが、現在 V が2枚、V マックスが1枚、まだ V ズは出そうですね。いやー、叫ぶしかリアクションのレパートリーないの。はい、来ました。戦闘大戦ニュースや、いつも乾いたらこの1年ぐらいまで、は全部お金にしてますよ。直射が高校に伸びてるのが、運ぶらせいですね。これは北海道ニュースやの一番の欲は甘いですから。甘いバンチャマイルの数えるな。このパックからはブイズの匂いがする。気持ち悪いことしか言えんのか。本当にテキストでリアクションするな。あとで36のホールブラッキーブイマックス、今ところだと混んであったのは初めてじゃないですかね。踏まれて赤い顔も心なしか雲にすると感じます。なんで新しい人を一睡じゃないんだよ。ダイジェストだと思った。残念、イーフィアちゃんでした。うっさイーフィアさんとはいやさ、彼を切って走るイーフィアさんと勝手に今のカスタムカレーで戦闘が到達して31倍、素晴らしいプライアントとってもご視聴もプレイし、バブルの活躍も期待です。EV の鳴き声聞くだけの動画作りたい。やめとけ。これは、SR 枠の匂い。お前の鼻どうなってんの。頼むよ、お願いだから VS の SR 枠、できればスペシャルアート、ハイパーレア。欲深すぎる。VS コー。ワクワクい。ブッサー。とりあえず3つは。だから札を入れるなとあれほど。札束ならいいんですか。ダメに決まってんだろ。もともやった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 もやそれでは聞いてください。ブラッキー聞いていないか。歌うな。ウィマックスが上から戻して頼んだい。こちらは真ん中に高い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 。そこから離されるのが長くなんて単純ダメージが積まないことですよ。高い高い完全に強いのが高いなんですが、このやかましい動画がもう1ボックス分続くってマジ。ブラウザバックしないでね。ということで、1ボックス目ではこんなにたくさんのブイズと出会いました。EV が3匹、V ブイズが4匹、V マックスが3匹、そして SR 枠がブースターですね。とりあえずはこの気持ち悪い笑い声を隠す努力をして。しかし、まだ俺のブイズ愛は満足していない。2ボックス目帰りたい。あ、2ボックス目の開封は、レアカードのみを抽出して紹介していきます。まあどうせブイズしかまともに紹介する気ないんでしょ。よくお分かりで、ちなみに SR 枠は一番後ろにしてるのでお楽しみに。マクワコイ。やめて。マーシャドウ、ライチュウ。いやー。2ボックス目の初 V マックスはリーフィア。1ボックス目では引けなかったカードね。体全体で迫力を出して、ブイズを見せるのは当然、当然、こんなの当てるわけじゃないか。私にも、体の中で、私にも、体の中で、私にも、体の中で、私にも、ウルトラシャイニーであったじゃない。使いじゃ足りない。強力すぎん。さあ、引き続きレアカードを見ていきます。EV はレアカードじゃないはずなんだが。EV はレアリキとかいう概念を超越した存在です。もうなんなんだお前。おめでとう、EV はサンダースに進化した。どういうシステムじゃねえよ。かっこいいイケメン説明料切りパターンを多く引き換えた。力が伝わってきますわ。頭やから電気が流れる。いつも引き出せない。僕の心も縮れちゃう。はい、次はゾロアークでしたね。 EV テンションのかよ。さてこの EV は誰に進化するかな。だからそういうシステムじゃないって。コーロンゲに罪はないぞ。
やっぱり何度見ても発表はもう限界まで。そんな、こちらも2枚目、人気や VMAX。 さすがに2BOX となると多少は被りも出てくるわね。ウェブならいくらあっても構わん。はいはい。そしてまたも EV。 これで EV は6枚目になります。ミックスカールもですね。本当気持ち悪いよ。そしてこの EV は誰に進化するんですか。これだから家族はダメなんですよ。家族に罪はない。からのパワーズ。あら、これはまだ引いてなかったわね。集まってたとこのゴム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 かわいすぎて選択隠してもう一回しました。だってこんなに皆さんかわいいに決まってるやつ。個人的にこのままやつのことが大事なんですよ。ここ、この角度、この字、多分僕らを思い越えて無理やし。自分ツッコミ放棄いいですか。ダメです。そんな。さあ、いよいよ最後の SR 枠です。幕は来い。一体どのクイズに出会えるのか、ワクワクドキドキが止まりませんね。幕は来い。欲を言えば HR やスペシャルアートが欲しい。幕は来い。さっきから不吉なことばっかり言わないで。だってここまで幕はフラグ立ててるんですもの。YouTuber なら引くよな。いやだ、俺はフラグになんて屈しない。動画のフラグなんかよりも、俺の VSI の方が強い。よかったー。ブースターと同じクエストアンデは落ち着いてリーシーパターンになりだす。最低のアウトパターンダースの基本のコンパターンが素晴らしい。ちょっと続けてみてね。そして最後のことが幕開けになってよかった。最後の最後にユキチ突っ込むな。ということで、最終的な開封結果はこのようになりました。まず EV は6枚。絶対こんなにいらないぞ。いりますよ、だって可愛いもん。わかったわかった。そして、V ポケモンは7種類。グレイシアだけ手に入らず、ブラッキーが2枚かぶってたから、それがグレイシアになってれば全回収だったわね。ただここまでかぶりが少なかったのはなかなか良かったんじゃないでしょうか。グレイシアはシングルで買いましょうかね。2万円までなら出す。ハイパーインフレ不可避。VMAX は4種類5枚。そもそもパックに収録されている VMAX はこの4種類だけだから、全種類回収できたことになるわね。あとはスペシャルセットで、残るグイズの VMAX も手に入れたいところ。追加販売、あるかしらね。まあ最悪シングル買いでしょう。そして最後に SR 以上枠。プロモーションカード含めて3枚目。スペシャルアートが聞けなかったのはちょっと残念ですが、クイズが聞けただけ満足です。もちろんスペシャルアートも全回収するよな。そりゃもう全財産叩いてでも。クイズで破産するやつがいるってマジ。それでは最後に、EV ヒーローズ全体を通して受けた尊さ分、EV に貢いでいこうと思います。どういうこと？今回、エオルが貢ぐ金額は。お前これ番地で買ってきただろ。やべえバレた。